本です。今回はふくらはぎを鍛えて動かすことで体に起こる変化とそのためにやってほしいトレーニングを実践していきます。ふくらはぎに関する悩みは年齢が上がっていくほどに増えていくことが多く、その中でも特に50歳ぐらいから増え始めて60を過ぎたあたりからは常にふくらはぎに何らかの症状が現れて、それに悩まされているという人も多いんじゃないでしょうか。そんなふくらはぎの症状でよくあるのがむくみが取れないとか、それがひどくなってきてそのうちに血管がボコボコと浮くようになってしまった、その他にも毎日ふくらはぎが重だるくて痛い、そして最近はよくつるようになってきたとかだったり、こういった症状は全てですね、年齢が上がっていくほどに増えていくから老化現象でなってしまっていると考えがちですが、実はそうではなくて、単純にふくらはぎが弱って固まってしまっているからこうなっていることが多いんですね。なのでガチガチに固まっているふくらはぎをもう一度鍛え直していくと、何歳でも症状というのは改善されていくので、そのためにもですね、なぜふくらはぎがそこまで弱っていくのかということを知ってもらった後に、ふくらはぎをしっかり鍛えて柔らかくしていくトレーニングを実践していきましょう。はい、じゃあですね、まずふくらはぎの症状ですね、なぜそんな風にふくらはぎが弱っていってしまうのかということなんですけれども、基本的にふくらはぎがですね悪くなっていくと出てくる症状というのは、ここがむくんできて止まらなくなったりとかですね、血管がボコボコ浮くようになってくるとかですね、ふくらはぎが常にですねもうだるいとか痛いとかですね、ちょっとなんかするとすぐつってしまうとか、寝ている時とか寝起きにすぐつってしまうようになるとかですね、代表的なところこういったところが起こるんですが、これらの症状ですね、ほぼ全てに当てはまることはですね、実は老化現象でそうなっているというわけではなくて、ふくらはぎがあまりにも動いていないからガチガチに固まってしまって、さっき言った症状全部起こっているということはですね、非常に多いんですね。むくんで血管がボコボコ浮いてくる、これはですねなぜそうなるのかというと、まずむくみというのがですね、確かに原因は一つではないんですけれども、ふくらはぎでむくんでしまう多くの原因というのはですね、この筋肉が固まってしまう、このように固まってしまうと、この中を通っている血管というのがですね自動的に締め付けられてしまいます。そうなるとここに溜まった血液や水分というのがですね一切流れなくなってくるので、そのせいでそれを放っておくと、ここはどんどん膨らんできてむくみにつながってくる、そしてなかなか流れていかないから、ずっとそれがですね水分が残ってむくんだままになってしまった。なので指とかで押したらですね跡がついたりとかしやすいんですけれども、そういった状況になっていきやすいということなんですね。でそういうのも放っておいて、さらにひどくなってきて、もっともっとですね中で水分が溜まってしまうと、そのうちですね血管も膨らんでいき、ついにはボコボコとですね皮膚の上からでもですね触れるようになってしまう、そういうような状態までですね筋肉は固まっていき、血管も締め付けてしまう、こういうような状態になってしまいやすいんですね。そしてふくらはぎが常に重だるいとかですね痛いというのもですね、もう重だるいっていうのはですね基本的に体のどこで出ても筋肉の症状だと思ってもらっても構わないです。筋肉が常にこのように固まったまま伸びなくなっているから、そういったところには常時重だるさというのが出てきます。肩こりとかでもですね、もうここは凝って硬くなってくると常にそういった症状が出てくるのと同じで、それのふくらはぎ版だと思ってもらっても構わないです。そしてこれもですねそれがひどくなってくると、もっと筋肉が固まっていき、重だるいだったのがですねもう痛みとかですね、そういったのに変化していったりとかですね、重だるさと痛みが複合して出てくるようになったりするわけなんですね。そしてその途中でですね、それだけ筋肉が硬くなっているということですから、ちょっと動かした時にですねこの筋肉は硬くて縮まった状態から引っ張られる、この状態になるわけですね。普通に柔らかいとこれぐらい動かしても、もともとこれぐらいの柔らかさがありますから、体の中では筋肉が引っ張られたというほどではないんですけれども、こんだけ固まっているとちょっとグッと動かしただけでかなり引っ張られることになるわけなんですね。ここまで急激に引っ張られると、人間の体というのは筋繊維が一気に引っ張られてちぎれてしまうと錯覚するわけですね。そうなるとこうやって一気に伸ばされたもの、いきなり人もこうやってグッと引っ張られたら倒れないでグッと引っ張り返そうとしますよね。これと一緒で、いきなりグッと筋繊維を伸ばされたら、自動で人間は防衛本能で逆にこのように縮めて筋繊維をちぎれないようにしようと守ります。この時に一気にグッて縮まってしまう、これがつるということですね。そしてこの時に一気にグッと筋肉が縮まってしまって出てくる痛みがつった時の痛みですね。なのでつった時というのはです、
ですね、この筋肉をもう一度このように伸ばしていくと、ここがゆっくり伸びていって、体がですね、あ、大丈夫なんやと思って、筋肉を収縮させる作用を弱めて、つった時の痛みというのは解消されていくわけなんですね。つまり今言ったやつもですね、もともと筋肉がそこまでガチガチに固まって弱っていなければ、基本的にそんなに起こるような症状ではないということなんですね。ということで今までお話ししたやつですね、むくみとかですね、血管がボコボコ浮くとか、重だるいとか痛いとかつるっていうような、このよく出てくる代表的な症状というのは、ほとんどがふくらはぎの筋肉が固まって弱ってしまっていることによって起こっているんですよということなんですね。ただこれがですね、出てきやすい年齢というのがだいたい50過ぎて60、70とかになってくるわけですから、みんなこれは自然現象、つまり老化して自然になっていくもんなんだというふうにですね、認識してしまっているんですけれども、実はそうではないということなんですね。そしてですね、もう一個だけふくらはぎが硬くなることで気をつけておいてほしいことなんですけれども、先ほど言った症状というのは全部ふくらはぎに出てくる症状だけを言ったんですけれども、実はこのふくらはぎというのはですね、しっかり動くことによって、この足首ですね、この動きにすごく関係してくる筋肉になります。なのでここがガチガチに固まっていると、自動的に足首の動きというのも固まっていくことになります。そして足首の動きが固まっていくと、歩く時にですね、地面の衝撃を吸収できなくなったり、地面のちょっとしたですね、この傾斜、斜面とかデコボコのそういった不安定さに対応できなくなって、こけやすくなってしまいます。つまり単純に歩きにくくなって、こけやすい体になってしまうというわけなんですね。これは年齢上がってくる人にとっては結構致命的な問題になってくるので、そういった将来ずっと歩き続けるためにも、ふくらはぎというのはですね、柔らかくしておかなければいけないということになってくるわけなんですね。しっかりここをですね、意識してケアしていけば、逆を言うとこういった症状は出にくくて、いつまでもそれが健康に動き続けられるようになっていくので、今日からここをですね、少し意識していってほしいんですけれども、じゃあふくらはぎをですね、鍛えたりとかしていく前にですね、まずなぜそこまでふくらはぎが弱っていくのかということなんですけれども、ふくらはぎは基本的につま先が重心に寄っている人ほど固まって弱っていきやすいです。つま先立ちをしてもらえれば分かるんですけれども、このようにですね、重心をつま先に持っていくほどに力ふくらはぎにかかっているのが分かると思います。このように重心がつま先に寄るということは、ふくらはぎに力を常に入れ続けるということになってしまうんですね。適度に力を入れているだけならトレーニングになるんですけども、日常で常に入れっぱなしになると、それはもうただの負担でしかなくなっていき、逆に固まって弱っていってしまうんですね。そしてこうなっている人というのは結構多いので気をつけてほしい。そして特に年齢が上がってくるほどにですね、つま先で踏ん張って歩こうとする人が増えてくるので、そうなると余計にふくらはぎに負担がかかるようになってしまう。そうなるとさっきみたいな症状がどんどん起こりやすくなっていくので、ふくらはぎを悪くしないようにするということは、それも別の視点から見たらふくらはぎを鍛えているということにもなるので、まずはですね、こういった日常の中でふくらはぎに負担をかける行動というのを減らしていってほしいと思います。なのでまず歩くときにですね、意識してほしいのがですね、しっかりこのかかとからついて歩くということですね。少し歩幅を広げてこれぐらいで歩くようにする。これが歩幅が狭くなってつま先からついてしまうと、ふくらはぎに負担がかかってしまうので、歩幅をしっかり広くしてかかとからつくぐらい歩いてください。そうすることで歩くときにですね、ふくらはぎに無駄な負担がかからなくなります。そして立っているときにですね、重心がつま先の方にこのように寄ってしまうと、それだけでもただ立っている時間、ふくらはぎに無駄な負担をかけてしまうことになるので、これもですね、内くるぶしあるんですけれども、ここからですね、スーッと指を滑らしていって、足の裏、だいたい土踏まずの終わりぐらいですね、ここぐらいに体重を乗せて立つ。こうするだけでつま先にこのように乗らなくなるので、ここに体重を乗せて立つようにしてください。ここまではですね、しっかり日常でふくらはぎを悪くしないための基本としてですね、覚えておいてもらった上でですね、では今からですね、ふくらはぎを鍛えていくトレーニングをやっていきましょう。はい、じゃあ今からですね、早速トレーニングやっていきたいんですけども、これは1日1分ずつやっていってもらって構わないです。余裕がある人はですね、一気に全部やってもらっても構わないですけども、自分ができるペースでですね、無理せずやっていくようにしてください。じゃあですね、このように椅子に座ってもらって、このように足の力を抜いた状態からですね、足の力でこのように大きく回していきます。これを15秒できたらですね、次反対回しですね、これを左右ですね、30秒、今からいきましょう。まずはこのように大きく足首を回していきます。はい、次反対回しです。次は反対側に15秒回していきます。別にこの体勢じゃなくても、このように回してもらっても構わないですからね。これは分かりやすくやってるだけなんで、自分にやりやすいやり方でやってください。はい、 OK です。はい、じゃあ次反対ですね、同じようにいきましょう。このようにできるだけ大きくですね、
足首を回してください。はい、次反対回しですね。15秒いきます。はい、 OK です。はい、じゃあ次はですね、椅子にこのように手をついてもらって、できるだけ足を後ろに伸ばしてもらって、つま先立ち状態になってもらってですね、その状態でですね、かかとをこのように地面につけて足踏みしていきます。これを30秒2セットですね。では今からいきましょう。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。はい、では今回の動画を参考にして、これからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。